春風ビートナイトです。この度もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、本日の動画なんですけど、皆様 Vlog 撮ってますか。はい、まあここ数年この Vlog という言葉がですね、まあ、浸透してまいりまして、もう Vlog ビデオログ撮ろうじゃないかみたいな風潮になっております。まあ本当にですね、昔と比べてカメラが進歩してまいりまして、スマートフォン1台でもですね、こういったビデオが撮れるような時代になってきたんですね。まあそういうこともあって、まあこういった Vlog という言葉も定着してきたんじゃないかなと思います。まあ僕が YouTube 本格的に始めたのが2018年の1月なんで、その時ぐらいからですね、 Vlog っていうことをねもうやってたんですね。まだ Vlog っていう言葉がですね全く浸透しなくて、海外で Vlog っていうのがその当時ちょっと流行ってたんですよ。まあ、Vlog 始めたのも早かったですし、 Vlog 歴っていうのもかなり長いと思います。言ったらですね、皆さん Vlog のパイセンですよ、私は。はい、まあ私が Vlog っていう言葉を使わなかったら、もしかしたら日本国内でこういった Vlog ってことは流行らなかったかもしれない。今最近私の YouTube チャンネルを見始めた方は、何言ってんだビートナイトと、誰だビートナイトって思ってるでしょ。ちゃんとね、過去の動画見てください。かなり前から私は Vlog ってことはやっております。はい、ありがとう。そんなことはどうでもよいんですけど、まあそんなこの自慢話がしたいくて今回やってるわけじゃなくて、まあ当時 Vlog を始めた時に僕はどんなカメラを使ってたかっていうと、いわゆる今これ撮影してるですね、これ α7S3 なんですけど、なるべく質のいい映像で Vlog、 まあこういった日常を切り取った映像を皆さんにお届けしたかったっていうのがあって、まあこういったまあ大きい、まあ普通の写真用のスチール用のカメラを持って撮影したんです。まあこのスタイルって多分当時かなり珍しくて、やっぱりですね、道行く人に、あの人何やってんだろう、カメラに向かって喋ってっていう、まあ、皆さん思われてたと思います。ここ最近はね、もうようやく、Vlog、こう自撮りすることについても市民権を得まして、街中でもですね、そうやってやってる方って結構多いと思うんですよ。とはいえだよ、このやっぱり、物量のでっかいカメラ使って、話してる人を見ると、なんじゃこれはと。やっぱりね、目立つわけです。まあ、もう僕はね、もうこれお仕事でもやってるし、もう6年間も Vlog パイセンとしてもやってきてるんで、もう全然ですね、外で喋ってようがあんまり恥ずかしいとかないんですけど、はい、というわけで今から飛行機に乗り込みます。慣れてない人からすると、このでかいカメラに向かって自撮りしながら喋るって結構やっぱ抵抗があると思うんですよね。まあやってる方もこう見てる人もちょっと抵抗感がまだまだあるんじゃないかなとは思います。はい、まあ、時代は流れましてですね、どんどんカメラが小さくなってまいりまして、はい、そこでですよ、去年発売されましたこちらをちょっと見ていただきたいと思うんですけども、このオズモポケット3なんですけども、去年の年末にですね買ってよかったガジェットで紹介してるんですよ。まあ、なぜですね去年発売されたこのガジェットを今出してるんだっていう話になってくると思うんですけど、僕1年間使ってて、今 Vlog 撮ったりする時ってほぼほぼこいつで撮ってるんですよ。このオズモポケット3で Vlog とか、まあ普通の撮影とか撮ってるんですね。最近言った千里浜渚ドライブウェイとかも、通常の Vlog っていうのはこのオズモポケット3で撮影してるんですね。まあ凝った映像とかドローン映像は DJI のドローンとか、あとまあソニーのカメラとか使ってるんですけども、銭湯行ったりとかっていう映像はもうほぼこれで撮ってるんですよ。まあ理由はですね、本当に単純なんですけど、まあこういったまあ日常の Vlog を撮るにしたら、もう申し分ないぐらい映像がめちゃくちゃ綺麗。そう、あと暗所性能にも強い機能があったりとか、本当にね、Vlog カムの中で僕は飛び抜けて、このオズモポケット3っていうのは群を抜いてるぐらい使いやすくて、おすすめの Vlog カメラなんです。奄美大島行った時にこちらで Vlog 撮影してきたんで、そちらもですね、見ていただければと思うんですけども、はい、というわけでですね、本日はこちらのオズモポケット3を使って Vlog を撮っていきたいと思います。で、僕過去にも Vlog に向いてるカメラっていろいろ使ってきてはいるんですけども、昨年にもこのオズモポケット3紹介してるんですが、やっぱり Vlog にねめちゃくちゃ向いてるカメラなんですよ。まあ、どんな風にですね Vlog 撮れていくか見ていきたいと思います。まあ、とはいえね、どこ行こうかなと思って、まあ、ドライブがてらね奄美大島行こうかな。イモーレイモーレ、ちょっと遅くに着きました。わあ、
麗ね今日も。いやーちょっと涼しくなったねやっぱ奄美も。シュガ豚なら大丈夫。 OK、 はい、乾杯。いつもありがとうございます。めっちゃ綺麗。いかがだったでしょうか。先日奄美大島に行ってきた映像でございました。まあぶっちゃけですね、 Vlog 撮るのに、まあ、どんなカメラでもいいと僕は思ってるんですけど、まあ、スマホでもいいじゃんって思うし、こういったアクションカメラで撮るのもありだと思うし、まあ本当に本格的に撮りたいってなったら、まあ、一眼レフのカメラを使うのもいいと思うんですけど、気軽に撮影したいんだけど、スマホでもアクションカメラでもどれだけですね手ブレ補正が効いてたとしても絶対手ブレするんですよ。これ何がいいかって言ったら、三軸ジンバルが搭載されてることによって手ブレ補正がですねバッチリ効いてくれるんですね。じゃあスマートフォンもじゃあ手ブレ補正ついてるじゃんって話なんですけど、これ技術的なもので、あの手ブレ補正をしてるだけで物理的にはやってないんですよね。なので、あの映像の質にもかなり関わってくるんですよ。はい。でこれの場合だと、まあ、ジンバルっていうのが搭載されていて、その上で三軸ジンバルのおかげで非常にですね滑らかな映像を撮影することができるんです。この小さいサイズでね、手のひらサイズで、まあ本当に僕の手のこのぐらいで収まるぐらいのサイズなんですよ。はい。一眼レフと違って、まあ、ポケットにパッと入れていけるし、あとはですねマイクをつけなくても十分音が綺麗。どうぞ。オッケー、すごい、アクティブトラックめっちゃいい。ここにですね今縦になってるんですけども、この2インチのスクリーンをですねこう回転させると、はい、こんな形で起動します。で、まあ、ここのパネルを開くと、まあ、いろんなモードがですね出てきて、ここで、まあ、例えば写真撮りたいのか映像撮りたいのか、暗所性能にもですね強いモードがあったりとか、あとスローモーションが撮影できたりとか、あとですねタイムラプスが撮影できたりとか、まあ、いろんなモードがあります。まあ、最大ですね 4K120p で撮影することができるんですね。はい。まあ、あとはなんですけども、これまあ横の16対9っていうね撮影もできるんですけども、今縦動画もやはりですね主流にはなってきてるんですが、まあ、こういう風に縦に仕上げることによって縦動画撮影することもできると。僕が持ってるのはクリエイターズコンボなんですけど、こういった拡張バッテリーがついていて、こうガチャッとはめることによって長時間の撮影もすることができると。まあ、三脚がついてるんで、こう三脚をつけて立てて撮影することもできるっていう感じですね。カメラの向きを変えるボタンがあるんですけども、あ、動いたの分かるかな。はい、こんな感じでカメラが動くんで、これでまあ自撮りもしやすいですし、撮影をスタートするまでの素早さもそうですし、バッテリーの持ちもいいですし、暗所性能も撮影できると、あと 4K120p というスロー映像も撮影できたり、タイムラプス、モーションタイムラプス、こちらもね撮影することができるんです。まあ、あのモーションタイムラプス先ほどのですね Vlog の中にもあったと思うんですけども、こういった形で、はい、動きをつけたタイムラプスっていうのを撮影することができるんですね。まあ、あとはですねケースの中に、よいしょ、ここですね、このケースの中に、まあ、拡張のワイドレンズになる、まあ、ここにつけることによって広角で撮影することができるんですね。はい、これが今、拡張のワイドレンズをつけた時の映像で、これを外すと、よいしょ、こんな感じかな。わかりやすいですよね。これをつけることによって、かなりですね広角域で
広角で撮影することになります。 Vlog を撮ってると結構外で撮影することがあったりして、まあ、自撮りしながら例えば風景背景も撮影したいっていう時にこれをつけることによって、まあ、自分も背景を写すことができるので、まあ、Vlog にもってこいのレンズだなと思います。まあ、夫婦で撮影しに行ったりすると、まあ、妻もですね撮影してくれたりするんですけど、どうしてもですねカメラ一般的なこの一眼レフのカメラって複雑なんですよね、使い方とかも。ただこれだと、まあ、カメラの知識がない妻でもですね簡単に、まあ、ボタン一つで撮影できるっていうのもあって、まあ、妻にですねこのカメラ渡して、まあ、ちょっと撮っといてとか、まあ、そういったこともできるので本当にね分かりやすくて使いやすい。まあ、画面タッチでピントをねこう持ってったりすることもできるので、あとはですねカラーグレーディングしたい方だと10ビットの D6M という形でですね撮影することができるので、後からカラーコレクションとかカラーグレーディングしやすかったりとか、あと HLG で撮影できるので、まあよりですねダイナミックレンジの広い映像をですね撮影することができます。どうしちゃうんで僕の顔を動かすとカメラが動いてるの分かりますかね。ほらカメラ動いてるでしょ。顔認識をしてくれて自動で追従してくれるって機能もあるんですよ。まあ、なので、まあ、一人で撮影している時とか追従しながら撮影してくれるので、まあ、自分の顔がですね外れてしまうっていうこともですね、まあ、比較的少ないんじゃないかなと思います。まあ、この Vlog を撮る時に必要な機能っていうのが、まあ、ほぼほぼ備わっているし、あとですね、まあ、音声が非常にいいっていうのも僕にとっては非常に大事なポイントで、まあ、そこもですね網羅してるっていう感じですね。あと DJI ですね、こういった、クリエイターズコンボにはこのマイクがついてくるのかな。はい、まあ、もちろん十分ですねこの内蔵のマイクでもいいんですけど、例えばですねカメラ据え置きにして撮ったりするときにこういったマイクを接続してあげることによって、まあ、音声をですねクリアにして撮影することもできるんですね。まあ、なのでそのあたりもね、まあ、DJI 製品ならではの良さっていうのは出てきますよね。僕最近 DJI の製品めっちゃ推してるんですけども、理由としてはカスタマーサポートとかがねめちゃめちゃしっかりしてるんですよ。まあ、事前にですね、まあ、加入していく必要があるんですけども、まあ、保険みたいなものに入っておくと万が一壊れてしまった場合でも交換費用いくらだったかな、これだったら4000円とか5000円ぐらいだったと思うんですけども、まあ、それを支払うと新品が返ってくるっていうね、まあ、僕の取り扱いが悪くてちょっとねジンバルの調子が悪くなってしまったことがあるんですが、まあ、それでもですね修理に出して、まあ、4000か5000ぐらいだったと思うんですけども、それを支払ったら新品が返ってきました。まあ、それもそうなんですけども、まあ、何よりもですね電話対応も含めてめちゃくちゃ品質がいい。対応も含めてその後のアフターケア、修理戻されて使ってみてどうですかとか、いかがでしたかとか、他に何か問題点ございませんでしたかみたいな感じでめちゃめちゃ親身になって聞いてくれる。このサポートのケア、サポートの品質とかはあのね本当に世界トップクラスの対応じゃないかなって思いました。はい、そういうことも含めてこの DJI の Osmo Pocket 3、まあ、Vlog カメラとしてもおすすめですし、まあ、DJI 自体がですね、まあ、非常にカスタマーサポートも含めて、まあ、信頼あるブランドだなと思いますし、発売から1年経ってるんですけども僕持っていかないことのが少ないぐらいこの Osmo Pocket 3の登場は多いです。はい、まあ、完全に一軍ですね。はい、はい、そんなわけで本日の動画はこちらの Osmo Pocket 3の改めていい点をご紹介してきました。はい、まあ、これからですね Vlog 始めたいとか気軽にですね、まあ、映像制作始めたいよっていう方にはですね非常におすすめのカメラだと思いますし、カメラとかって結局手軽に持っていかないと撮影しないんですよね。このやっぱり気軽に撮影できたりすることってすごい大事なことなので非常にですねおすすめの Vlog カムでございます。はい、本日もご視聴ありがとうございます。もしこの動画がですね参考になりましたらグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、 Twitter、Instagram もやってますので気軽にフォローしてください。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。